見つめてますね。ええ、皆さん、ああ、なんか固まっちゃってますね。いや、すごい。あ、来た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 。オッケーです。ちょっと待って、気まずい。ちょっと待って。あのね、アクセスね、2コースあるんですよ。はい。1コース目。はい。暗黒の瞬き。暗黒の瞬き。もう一つのコース。きらめく。きらめく。裏切り。どっちのコースを選びますか。暗黒の瞬きときらめく。茨を選ぶか。うん。獣を選ぶか。暗黒の恨み。じゃあこちらです。はい。行きましょう。ね。やらしたね。びっくりした。今。え、動物の低級で。低級で。え、先生。ちょっと待って、皆さん。キツネだね。ここで。キツネ。カンカンカカカンカカンカンカカン。大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。OK です。多分あの車に轢かれてね。はぁ、あ。死んじゃったキツネちゃんが。ちょっと轢かれるね。大丈夫。いや、大丈夫。車は避けるもん。うん、避けるもん。避けてるね、確かに。避けてるわ。こちらは、はい、トロピカルフルーツ。こちらインディンジョーズ。どちらの道を選びますか。皆さんどっちがいい。あ、俺に聞いてる。インディン。あ、皆さんに聞いてもらう。あ、トロピカルって言ってる。トロピカル。トロピカル。トロピカル。これはもうね、運命によって定まってるんで、この選択は全て。じゃあトロピカルで。じゃあトロピカルいきます。トロピにインカメにしてください。はい。おあ、こういうことね。あ、こういうこと、ね、こういうの具現化っていうんですか。あ、具現化、はい、あ、はい、これはね、もうもろね、あれをね、具現化してるじゃないですか。あー、あー、はい、あ、これこれね、これの方ね。もろあれじゃん。もろ、もろ、こういうこと。あ、こういうことね。形態の具現化っていうのはこういうこと。あ、はい。あ、うん、こういう風に形態をキャッチしたことあるのかなと。あ、あります、はい。あるんですね。え、はい。なんちょ、画面してください。はい。心霊写真とかじゃないのに今思ったけどね。記念普通にデート配信みたいになっちゃう。大丈夫かな。心霊として捉えましょう、一応ね。心霊としてジャンル的に、うん、ちょっとすっごい黄色に目立っちゃうよね。何なんですかねこれね。汚い汚くねこれ。めっちゃ黄色くない。白の白塗りって白いとなんかこう黄色く見えんねん。まあ確か目立つわね。誰でもね、誰でも白く塗るとそう見えんの。黄色くなっちゃう。で、途中から6出なしな。君に会えた瞬間悲しいことだけ6出なし来たよ。なんだっけ、ほほのほ。あちくもうちょい詰めて。そう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 。もうちょい。こう。はい。ちゃんと。はい。詰めて。はい。じゃもうちょいこっち肩。そうそう。もうちょいこっち側のこう角度こうやって。え、こっち、そう、違う、こうで、そう、こうかしげてこっち側に、ね、私違う。
ここが大事だ。このトライアングルゾーンで、これバミューダ海域って言うんだけど、このね、うん、私たちここの間のことね、うん、ここをこうやれば、バミューダトライアングルっていうことね、トライアングルゾーンで、ここさえ気をつけの達成すればな、問題ないんでね、ここさえクリアする。はい、では、出番。写真撮れてる？すごい。でも涼しい。いや、愛してたら、愛してなきゃこういうことできないよね。恥ずかしい、こんな私で。全然。そんな京子ちゃんに回してくれる、うん、京子ちゃん普通は嫌がるよね、こんな普段やんないこんな彼女だったな、嫌だ、嫌とは言ってない、恥ずかしい、ぶっちゃけ恥ずかしい、一緒に歩きたくない、言ってないや、一緒に歩ける、歩けるよ、いくらデブでも妖怪でも関係ないよね、それ俺だってそうだよ、あちこまだってイケメンだもん、いやいやいや、一致したいから今更だよ、どんどん見にくくなってるけど愛してくれてんの、なんか気持ち悪いけど、先生お願いします。ねえ、私たちの愛の不法侵入もあるの。あの今ね、この大勢の方は私たちの愛の不法侵入。みんなで勝手割り込んできてんだ、このクソババアどもはさ。ねえ、私たちの不法侵入。ダメよババアって言ったらね。ババアにはババアって向かって行っていいじゃないの、思ってんでしょ、いやいや思ってないから、いやババアババアでしょ、じゃあ若い子とね、おばちゃんがいたらどっち選ぶじゃあノルマを達成してください、任せたわ、大変な戦いになると思うけど、見えた時はね、でも大体ね対処法ね、そういう京子ちゃん、いろんなお化けちゃんと戦ってるけどね、一つ歌を歌えば悪霊とか逃げてくるんですよ、これはね、いろんな人にねレクチャーした、あのサイババとかね、ね、義母の霊子とか、あ、義母の愛子とかね、あの教えたんだけど、その歌を、そう歌があるんです、それを歌うとこう逃げるというか、お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、本当にお化けが出てきたらどうしよう、だけどちょっと、だけどちょっと、僕だって怖いな、お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さっていう感じで、あのね、言葉とか歌には魂というものが宿ってるんですよ、言葉一つ一つ、言霊と言われるものね、一つ一つに、あら、魂が宿ってる、前も聞いたでしょ、だから地獄に落ちろとか言っちゃダメなの、必ず言葉というものは返ってくるんでね、わかる、それが言霊ですよね、上に唾を吐けばね下に落ちてくる、ここはですね、ちょっと待って、先生、ちょっと待って、
あと七芒星にやられてこ、えいえいえい、もんじょり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 、オッケーです。じゃあいただきますか、ソース先生。超見てる。自分の買ってきたの？うん。あ、俺3人で。何買ったの？フレッシュのやつ。まあ、これかな？いいフレッシュ。フレッシュ。そう、何が何かわかんないね。これ全部7。入れます。ハチセス、私2個って言ったよね。2個って言った？ごめん、1個って言った。フィッシュバーガーとチキンタツタって言ったよね。チキンタツタ、チキンはあるよ。このチキンじゃないですよね。違う、これしかないって言われた。どういうこと？今朝の時間だから休んでない。なんで連絡してこないの？私いなかったんだもん。これはフィレオフィッシュ、うん、あ、こっちがあれだ、フィレッシュ。食べるこれ、これあるよ。あ、俺チキンタツ、フィレオフィッシュがないんだ。なんだ、フィレオフィッシュって頼んだ俺が入ってないよ。チキンタツかな、チタツタだよ。レシート見てみる。あ、な、財布に入れた。なんでそれ言ってないの。あ、フィッシュバーガーって書いてある、うん、入ってないだけど。いやいやいや、ちゃんと注文してお金も払ってるもん。交換してもらう。フィッシュバーガーチキン、マックじゃないね、これフレッシュネスバーガーじゃん。じゃあ8個マジごめんね。ねえ、8個合ってた。ああ、よかった。びっくりした。店が悪いね。お店がね、ちょっと言うか、追い込んでやるから。怖いよ、後で。ああ、プラス1個追加してと。いや、電話とか、まあ後で取りに行こうかな。じゃあ、あとないよね。チョコもあるよ。チョコもあるよ。やだ、フィッシュが食べたい。フィッシュが食べたいの、魚食いたい。だってフィッシュがメインだもん、私いつも。で、あとはサブなの、もう一個頼む。今日はチキン。フィッシュは必ず食べる。フィッシュ。え、でもこれフィッシュじゃない？チキンとフィッシュだ。あ、よかった。あ、じゃあチキンはどこ行ったの？チキンとこれなんなの？チキン。なんで普通のチキンなの？これしかない。クリスピー。チキンバーガーじゃなくて普通のチキンになっちゃったのかな。チキンバーガーじゃなくて普通のチキンなんだね。いや、これは半分くずつしようよ。あ、これは大丈夫。これだけで。いただきます。やっぱ8個も間違ってたね。え、俺がチキン？バーガーじゃないもん、まず。いや、バーガー頼んでない。いや、いただきます。いただきます。あ、いや、大丈夫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 。いや、袋の中に入ってる。袋の中に入ってる、大丈夫。大丈夫、こぼれてない。大丈夫、大丈夫。フィッシュどこ行ったんだ。フィッシュ下にあるよ、ほら。フィッシュ入れて、こうどこ入っちゃったの。はいはい、フィッシュ気をつけな。ここに置いとか。いやだ、ちょっとタルタルが出ちゃった。こうだし、これ絞っとこう。絞る。いやだ、もうダメだ、最悪。あ、ポテトが。ハチ君、もうちょいこっち来れや。いや、ポテト怒っちゃってるよ。ん、いいじゃん、一個ぐらい怒っても。持ってればいいの、こう。食べたい。いただきます。いただきます。15分だ、あと15分に俺行くね。ごめんね、なんか、ね、いいよ、ね、10人まで。いきます。今日病院だからあんまり疲れることをしちゃダメだからね。
すごいね、すごい。すごいね。でかい。熱っ。熱いね。熱っ、熱っ。やっぱビデオ、フレッシュネスパンが美味しいね。うん。肉厚が美味しい。うん。もっとも熱いね。うん。苦手大丈夫大丈夫。ここで一枚心霊写真撮りましょう。ね。二人で。ごめんね。心霊写真がね。撮れたかな。そうね、多いね、公園ね、いつもより、うん、割と広いね、こっちで、うん、結構ね、いっぱい公園あんのよ、こっちこんぐらいの奥さん結構裏にあるいいじゃん、子供元気で、うん、多いね、今日はうん、元気ぐらいの方がいいのよ、うん、ね。すごいエンジョイしてる感じでね。うん。そうね。なんかモスバーガーみたいな。モスバーガーとカバンの。うん？モスバーガーだ。どっちもね。あんた。うん。おいしい。あ、でもなんかモスバーガーっぽいよね、味はね。パンも味ついてるもん、これ。うん。モスと違うと思う。ちょっとなんか黄色いもんね。うん。パンが、バンズが。フレッシュネスバーガーです、これは。うん。結構ね、都内とかにあるんだよね。うん。結構知らない人多いもんね、フレッシュネス。フレッシュネスは大きい駅とかね、都内とか。うん。ない新宿に行けばあるよね。かぼちゃのパンだってこれ知らんかった。味はするけど食べてみて。あーでもするするによ。かぼちゃやっぱうるさい。取り憑かれてんのかな。取り憑かれてるわ。取り憑かれてるかもしれない。うん、取り憑かれてる。怒ってる。怒ってますわ。除霊ね。いや大変だよ、だって一日中ね。ずっとあえて出たら踏んでないともおかしくなっちゃうよね。重く座っても大変よ、ほんとに。一日はああいう場合もあるんでしょ。あるある。こんな状態ね、夜ね。あ、ごめん、写真ね。やばい怖いわ。影になってるわ。眩しい。俺も怖いわ。このなんか火の感じが死んでるっぽい。俺なんかダーク化してるし。うん。なのはあれだね。うんじゃない。京子ちゃんも白いし。このチェキって結構遊べるよ。うん。面白い。まあほらデジカメしかないからさ、デジタルの。こういうのいいよね。チェキとかね。もうすぐです。汁ちょうだい。あげる。これにつけたら美味しいんじゃない。まあ、タレタレと変わんない。うん。手切ったね。え？あ、これね。食べ方切ってないね、意外と。手ってあるから大丈夫だ。うん。
もうこれは美味しいのね、この残ってるやつ。お手つきあるから、これをね、すするのが私すごい、これが幸せ、これが舐める。だっていっぱい残ってんね、この玉ねぎみたいに。ねえ、モスバーガーとかもね、結構これ余るね。誰がね。でも可愛らしい。あら、え、心霊配信を撮ってくる。それだけ映していい。え、どういうこと。来た。どこに犬がいるの。あれ、え、写真じゃなくて配信では生から。ちょっとハチコ触ってみれば。ワンちゃんどこにいんの。本当に動いてる。動いてんの。本当に。られてる。いる、うん、はい、本当にいるの。食べられそうだが、これ食べられそう、食べられそう、食べられそう、ちょっと私も触ってみようかしら、うん、食べられそう。どれどれどれ。うん、先生、あの こちらにカメラお願いします。はいはいはい。あ、ああら、まあ、あ、いるでしょう。いたいたいた。持ち上げた持ち上げた。あ、すごいわ。これグッズで、こんだけ心霊配信、心霊写真撮るから必要かな。心霊写真チク撮ってあげる。心霊写真、はい、え、いいよ。撮るの。これを触ってるとこ撮ってあげるから。あ、いいね、いいね、いいね。いいですよ。いきますよ。あ、取れた、取れた、取れた。はい、これ時間大丈夫？もう25分だよ。もうそろそろ行こうかな。皆さん、これ食べる？いや、え、いいよ。電車の中で食べる？俺ある。何、おにぎりが。おにぎりある。おにぎりある。お腹が。確かに送ってかないともう。もう時間結構やばいよね。そろそろね。タイムリミットが迫ってきたわ。堀ちゃんね、堀ちゃん、はいはい。あ、ありがとうね。ごめんね。わざわざ。じゃあね。ハツ先生、今から病院行くんだよね、病院ね。そうそうそう。駅で、カラカで。昨日ね、ちょっとね、暴言を吐いてしまったんで、ハツ先生。俺に、うん、頑張ってね、応援してるから。暴言吐いちゃった。言ったじゃん、結構ひどいこと言ったじゃん、昨日。ああ、そういうことね。別に気にしないで、私がね、イライラしてただけだ。いや、それはもう俺もそうさせてしまって責任もあるし。ただ応援してるから、ハッチのことは。何？ね、ゆっくり行きましょう、ゆっくりね。じゃあね、バイ。いらっしゃい、頑張って。じゃあね。おほほのほー。さーって帰りましょう。
ね、昨日。昨日すごいね。昨日ちょっとひどいこと言っちゃったの、キヨコちゃん。実は、結構暴言を吐いちゃった。疲れです。実は何て言ったの、それはちょっと言えないんだけど、でも猫終わった朝起きてね、手伝ってくれたもん。そう、みんな笑ってね、今日ね、手伝ってくれたの。優しいよね。そのままね、謝らずに寝ちゃったのよ、今日。昨日ね、ひどいこと言ってしまって。そう、今朝もあたり強かったでしょ。怒った自分にイライラしてたの。言ってしまった自分に腹が立ったのよ。あ、やだ。今日はハチ君に感謝。そういう感じで、もう終わりますね、今日はね。今日はこんな感じで終わるわ。皆さんね、好きな人がいたので大事にしてあげて。ねえ、ずっと一緒に寝ろと。ないかもしれないね。皆さん。いや、おつじょりでした。